いやうまい。フェアフロン？あ、フロンコリア。コリア。ああ。コンパイ。コンパイ。コンパイ。ああ。買いたい？買う？買う？買おうよね。ああ。そうですね。これがネルビウス。全然違うんですよね。迷宮の世界に。迷宮の世界。マツヤさんめちゃ来てくれるんですよ。ワイン好きなんですか？めちゃ好きなんです。夏ワイン好きとか聞いたことなかったな。アルフィーチャンネル。頭なくうまいな。あ、これネタパレのさ、うん、ネタ送るわ。いやいや、冷めんな。むちゃくちゃ冷めるやん。なんかチョコ味しねえよ、今。犯罪なんだけど、うん、ザ・ファーストテイクみたいなマイクがあって、うん、白くなってて、うん、ちょっと待ってください、これ何なんすかみたいな、うん、それファーストテイクの漫才があってもいいじゃないかみたいな設定で、後で送る。明日送るわ。すんげえ飲めばまだ。チェイサー。2人がチェイサーネタ合わせ。またなんかすごいな、やっぱ。大事な大事な僕のワインを。2013。はい。ひろこさんの娘さんのバースデー。おお。すごい。ですよね。そのままにしときません、はい、それで。二十歳の時に。あ、飲みたい。これ僕が一番大好きなワイナリーなんですけど。キングオブコント滑った時だ。トスカーナ。トスカーナです。トスカーナとちょっとこっちが出たところ。シエナって。イタリアワインって20種でもうすごいいろんな品種を作ってて、もともとだからずっとある土着品種とか、そのイタリアのそこにしかない品種っていうものがものすごい多いんですよ、イタリア政府が認めてるだけで2000種類 の、の品種があって、そしたら2000種類のバラエティーがあるわけですよ、ブドウのだけで。なるほど。幅の広さがやっぱある、いろんな楽しみがあったりとかして、はい、じゃあ先にこれネピオサンジョベーゼ。サンジョベーゼ、サンジョベーゼ、あ、13年、2013年か。ミツキの生まれ年、キングオブコントの年ね。 TBS 九条殺到ワイン、あん時にだからこの瓶に入ったってことですか、2013年、うん、そうです、仕込まれた。ちょうど10年ね経ってるので。確かに。ちょっと木のニュアンスがまだ残ってますかね。残ってる。美味しいこれ。あ、本当だ。木の風味が、熟成しすぎてない、この28ぐらいのなんか彼女いるけど結婚どうしようみたいな感じのなんか踏み込めない、なんとも言えないね。絶妙な味するわ。一番いいと。一番いい。いやもう本当健太さんが言うように。健太さん下になった。健太さん、健太さん、いやうちの長男も健太なんで、字も一緒なんで。全く。こいつ友達になりたいわ。え、これうまっ。え、これ年数を重ねていくたびにこの木のニュアンスはなくなっていくんです、飛んでいくんですか。あの基本的にはだからそこ馴染んでいくっていうか。あ、本当だ。これ14年だと思うんです。全然味違った。違いますね。マジか。年によって違うので。はぁ、ほら、むずいね、これ。違うので、ワインってやっぱすごい、だからそういうとこが奥が深いっていうか、見た目は一緒で、ちょっとだからその、年が違うだけで、やっぱ味が違うので、基本的にはすごい分かりやすく違うんですよ。今日気に入ったやつは他のお店で飲んでも年数が1年違ったらもう全然違うし、食べるものによっても全然変わるし、違うしっていう。6本の箱で来ます、で6本いっぺんに開けたら6本全部同じ味じゃないですからね。うーん面白いな。じゃあその同じところでブドウを栽培しても日当たり具合でも味はやっぱ変わってくるし、あ、もうそうそう、こっちの幹とこっちの幹じゃ味が違うし、そうそうそう、本当にゴールがないからもう本当にこう追求ずっとし続けるそれが楽しいっていうか、本当なんか一期一会みたいな。エッグ&ピース。
こっちはこっちがバロンコール。これまたすごいな、なんかテスがまたね。イタリアのどこなんですか？イタリアのピエモンテです。へー、ピエモンテっていう。これがね、全然違う、全然違うんですよね。こっちの後味が強い、渋みはこっちの方が多分あると思います。鼻残りと喉残りがこっちの方が強いですね。はあ、こんな違うもんか。え、若いのにでもしっかりと渋みが強いというか。はあ、分かってる感じしますね、なんか、うん、世間をちゃんとね、うん、分かってるから、ね、若いのに、うん、なんかたまに言いますもんね、小池栄子みたいな。ああ、うん、エレガントさもある。小池栄子じゃないですか、ね、マジで。ああ、おいしい。面白い、面白いな。我々なんかワイン飲む時ってベロッベロの状態でワインでも飲むかの勢いで飲んじゃう時あるん で単体で飲むから味分かんないです、違いが、うん、比べると全然違う、全然違うんですね。そうですね。キムさんの吟味すごいな、本当だ、ね、そう、本当のワイン好きかもしれないね。なんか本当好きなんですよ。こんなまで来るぐらいだから、うん、そのね、あ、決まった、あ、決まった、決まった、決まった、 OK。 うん、あ、すんげーの買うわ、すんげーの、やっぱ買ってくる。え、あ、すげーの、さ、すげー、サンサンジョベーズです。グッドチョイス。50万ウォンだ、50万。俺さ、勢いでおごろうと思ったけど無理だ。すげーすげー、さすがだな。グッチョイス、グッチョイス、グッチョイス。吟味がすごい。お前は差つけられたな、同じ年で。お前韓国行ってさ、このワイン買うか。絶対無理、俺こんなとこで飲めない。韓国の YouTube のチャンネルってすごいと思う。だから逃げるだろう。絶対無理ですよ、すごいね、国際的だよやっぱりね。六本木に泊まるからって、六本木のじゃあなんかヤイのヤイののお姉ちゃんと飲まないで、こういうとこに来るってすごいよね。本当に好きなんだよね。あ、俺体格ブラザーズのステッカーあげよう。おお、アルフィーチャンネルもない。そうだ、あ、そうだ、そうだ、うん、Thank you. ありがとう。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 ナツナちゃん、ブリスさん、何、え、ナツナちゃん、ナツナちゃんめちゃ来てくれるんですよ。へー、ワイン好きなんですか。めちゃ好きなんです。あ、ナツナちゃんは本当あのワインエキスパートの資格持ってます。あのソムリエ協会のワインエキスパートの資格持ってて、そのジュリーのブランドマネージャーが、はいはいはい、僕のなんかと友人で、めちゃくちゃだからワインのレクチャーとかをここでめちゃくちゃしたりとかしてたから、うちの近くに、まあ、すごいワインの先生がいてみたいな。でそこでいろいろ教わってるんですよねって言ったら、え、そんな、私もちょっとそこ行ってみたいみたいな話になって、で一回連れてきたんですよ。で連れてきて、いつもここで今日みたいな、ちょっと勉強会とか してるんだよねみたいな話をしたら、いや私参加したいみたいな話になって、はいはいはい、本当にその後セッティングできて、好きなんだ。夏ワイン好きとか聞いたことなかったな。そうだったの。自分がねワイン好きになってすっごい良かったなとかと思うのは、やっぱワインを通してやっぱね、そう、試合になれたとか自分の世界が広がったっていうのはなんかすごくあると思うんですよ。あと、まあ、ワイン買いに来てくれる人って、まあ、有名な方って言ったら、別所哲也さんとかね。ああ、まあ、まず別所つながりで。別所つながりで。はい、ハムに合う赤ワインがあるからね。ね、そうなんですよね。アルビさんの2人に来てもらって、なんかそのワインの話を聞いてくれたりとかしたのはすごい嬉しいでしょ。さっきの、あの
なずなちゃんもそうだし、メッシュさんもそうだし、いろんな人がね、そういうものに興味持ってない人とかも、うん、あ、そんなの飲んでんだったらちょっと飲んでみようかとかっていう、だそういうところに興味を持っていただいたら、ね、もうちょっとだからちょっと知ってみようとか、で飲んでみたら、あ、こんなのが好きだって、うん、したら次になんか飲み行った時に、あれあんなのあるかな、うん、最初のゲビルストラミネールあるみたいなのが、うん、ちょっとしたキーワードだけ知っていただければ、うんうん、なんかもっともうちょっとワイン楽しんでもらえるかなっていう、はいはい、確かに今日入り口ですわ、じゃあ、うん、まあ、もうね、またまだ迷宮の世界に、迷宮の世界に入っちゃいました、とりあえず ね、はい、ワイン沼、ワイン沼、はい、もう一回乾杯しましょう、うん、まあ、飲みましょう、うん、飲みましょう、ケンタはここつぶきあるんですか、格安で働いてるんですよちゃんとそういうノウハウちゃんとね、ちゃんとノウハウを受け継いでこっちに来て全部落ちたワインは世界の共通言語みたいなところがやっぱりあるので、確かに一期一会みたいな、うんうんうん、その時の乾杯乾杯乾杯、あ、ありがとうございます、ありがとう、うちに来て、うん、富山を遊び尽くせと。なるほど。おお、入った。なっ。ここ富山の地でアルコ&ピース解散の運びとなりました。チャンネル登録よろしくね。